カムイ及びライラックは北海道旅客鉄道が札幌駅旭川駅間を函館本線経由で運転する特別急行列車である。本校ではそれ以前に同応の都市間を結んでいた優等列車の遠隔についても記述する。カムイ、ライラックともに札幌駅旭川駅を最高速度時速 120km で結び、早朝の一部列車を除いて 札幌旭川間の所要時分は1時間25分、標定速度は時速 96.6km と日本の在来線特急では高い水準である資料1。2017年3月6日改正よりカムイ・ライラックのに相性を運転する現行の体制で運行されている。に相性間の違いは使用車両と車内設備であり7 8 9系0 バンダイ電車を使用する列車が、ライラック789系1000バ電車で、運転される列車がカムイとして運転されている。資料2。札幌旭川間では、北海道中央バスなどが運行する高速バス。高速旭川、号と共用し、JR 北海道も格安な割引ギップを発売するなどしている。カムイは、アイヌ民族の信仰において、 神格を有する崇高な霊的存在であるカムイに由来し、前身のスーパーカムイからスーパーを外し現在の名称となった。スーパーカムイの名称は789系1000番台。投入時に一般愛称公募で決定したもので、スーパーカムイとカムイで得票数1位と2位を獲得し、依前同区間の急行列車でカムイの名称が使われ、馴染みがあることや、 旭川市郊外の渓谷、カムイコタンから旭川をイメージしやすい愛称として選ばれている資料さん。ライラックは札幌市の市木とされている植物のライラックに由来する。この愛称はスーパーカムイ登場まで運行された特急列車に用いられた愛称であった。2017年3月4日、現在カムイ、ライラック合わせて 札幌駅旭川駅間で1日24往復運転されている資料に、なお、に相性は交互に運転されるのではなく、旭川駅で工事ずする特急、大雪、サロ別に接続する便や、その他卓脚が予想される便を座席数が多くグリーン座席の設定のあるライラックとしている。札幌駅旭川駅間は、カムイ、ライラックのほか 関北本線直通の特急、おほうつく、宗谷本線直通の特急、宗谷と合わせて、特急列車を原則毎時2本運行し、札幌駅、旭川駅をそれぞれ8時30分に発車する列車以降、それぞれの始発駅の発車時刻は、原則00分30分に統一され、停車各駅に毎時同時刻に発着するパターンダイヤを組む。また、おほうツく 宗谷が運転されない日中のライラックのうち4往復は、旭川駅にて、稚内駅発着の特急、サロベツに往復、及び網走駅発着の特急、大雪に往復と、同一ホームで接続している資料2。2016年頃から当分の間、火災事故があった嵐山トンネル、資料4内で減速運転を行うため、1から2分の遅れが発生する。 当機間は、車両に付着した雪氷が走行中に落下して、線路のバラストを跳ね上げる事故を防ぐため、一部の通過域で減速運転を実施することから、帝国ダイヤから数分程度の遅延が生じる。また、全体的に運転余裕自分が少ないダイヤ設定であり、当機間以外でも1から2分程度の遅延をもって終点に到着することが多い。 札幌駅岩見沢駅ビバ駅砂川駅滝川駅深川駅旭川駅カムイライラックともに札幌運転所に所属する特急系電車が使用されているが前日のように相性ごとに使用車用編成内容が異なる全列車が禁煙札幌ドームでのコンサート等の大規模イベントが行われる際の観客輸送を目的として札幌発22時代 23時台に運行される臨時特急記事120時21時台のコンサート終了から終電の間までの数時間に殺到する帰宅乗客を輸送するため下りのみ号数は年度によって変更され2019年現在はコンサートの開催時間により91号97号のどちらかだけが運行される記事1コンサート観客だけではなく一般の乗客も 乗車可能。使用車両は789系例番台。1号車の一部はグリーン席。1号車の一部と2号車は指定席となる。かつてハキハ183系により、全車自由席の臨時特急として運転されたこともあった。停車駅札幌駅、岩見沢駅、美馬駅、砂川駅、滝川駅、深川駅、旭川駅2017年夏期以降、工術する。 旭山動物園号の後継として、ライラック5.38号を運休扱いの上、特急、ライラック、旭山動物園号を運転する場合がある、資料6、資料7。使用車両、ダイヤは通常のライラックと同一であるが、1号車のグリーン席を発売せず、記念撮影スペースとし、動物の着ぐるみを着たスタッフとの記念撮影が車内で行われる。 1999年6月11日から運転を開始した臨時特急列車。前年まで運行されていた臨時特急リゾート電園休暇フラノ2往復と臨時特急ラベンダーエクスプレスを統合する形で誕生した。滝川駅から根室本線を経由し札幌駅フラノ駅間を2時間で結ぶ臨時特急列車として フラノラベンダーエクスプレスが運行されている。ラベンダーの見頃である夏季に運行される。かつては1日最大3往復設定されていた。資料8が2019年現在は最大2往復である。使用車両使用車両はキハ183系機動車。2020年はノースレインボーエクスプレス車両で運行されたが、かつてはクリスタルエクスプレス、ニセコエクスプレス、 朝日山動物園号車両でも運行された記事に資料9。車両点検の影響や混雑緩和を目的に朝日山動物園号やキハ183系一般車両など他の車両で運転されたこともある記事3。車内サービス1999年時点では7月からの観光シーズンに2015年時点では6月から8月に運転される2.3号で 客室乗務員が3号車カウンターにてオリジナルグッズや沿線スイーツを販売していた。その後 JR 北海道は客室乗務員による車内販売を全廃した資料10ことから同列車での車内販売も2018年8月19日をもって終了した。また2014年まで車内には全席にイヤホンが備え付けられ座席で ラジオミュージックを聴けるサービスを行っていた。遠隔停車駅札幌駅岩見沢駅、滝川駅足別駅フラノ駅かつてフラノラベンダーエクスプレスと同じ停車駅で毎年9月10月の紅葉シーズンの度休日に運行されていた資料27。キハ183系機動車で運転される。2012年まではニセコエクスプレス車両で運転された資料27。 資料28。2013年は、ニセコエクスプレス車両での運転が計画されていたが、同年7月6日に発生した、特急北斗14号のエンジン出火事故による、車両ぐりのため、同年以降すべての列車が、クリスタルエクスプレス車両での運行に変更された。資料29。2015年10月12日の運行を最後に、設定されていない。資料30。 資料31、停車駅札幌駅岩見沢駅滝川駅足別駅富良野駅かつて、当期の富良野へのスキー客、観光客を運ぶ特急列車として、12月翌年3月までの毎日、新千歳空港駅札幌駅富良野駅間をに往復運行していた。2001年時点ではキハ183系、クリスタルエクスプレス車両で運転されていた。 停車駅新地歳空ク駅札幌駅内ボ駅岩見沢駅滝川駅赤平駅足別駅富良野駅赤シア赤シア編集列車名は沿線地域の街路樹などに広く輸入され地域の象徴の一つとなっている植物の偽赤シアが由来となっている急行カムイソラチ編集列車名の由来はカムイがアイヌ語で崇高な霊的存在を意味するカムイソラチが 目的地である、空地郡、空地市町である。急行、カムイ、空地の停車駅札幌駅のポロ池別駅、岩見沢駅ビバ駅内駅砂川駅、滝川駅、エベオ駅モセウシ駅深川駅治めない駅、旭川駅名よろ、マシケ、編集列車名は、目的地である、名寄ろ市及びマシケ町が由来となっている。急行、サチカゼ、 編集1971年7月1日のダイヤ改正で急行、カムイの一往復を解消する形で運転を開始した。運転区間は小樽駅旭川駅間で札幌駅旭川駅間は無停車、快速列車として運行した小樽駅、札幌駅間の途中停車駅は南小樽駅、手稲駅、琴似駅のみであった。上りが旭川発7時。 下りが札幌発18時のビジネスダイヤで設定され、この区間の1 3 6 8トルを1時間36分で運行した。その標定速度は国鉄の急行列車としては最速の時速8 5 5トルに達し、当時の特急列車に被験する速度であった。この運転時分のままで最初の冬を越したが、 翌1972年には余裕を見込んで1時間37分、1973年にはさらに1分伸びて1時間38分となり、これが廃止まで続いた。1975年7月18日のダイヤ改正で L 特急石狩に格上げされ、廃止された。列車名は、いわゆる中小名であり、幸福を運ぶ風を意味する。なお、 列車名として、中小名の風を用いるものは、設定当時には特急列車に用いられる事例が多く、実際に、幸風の名も1957年から1958年まで、東京駅長崎駅間の寝台特急列車に用いられたことがあった。このため、この列車の運行は特急系電車を登場させるための試金石とも言われた。列車相性も参照されたい。 L 特急、石狩、編集札幌駅旭川駅間の L 特急、石狩は、1975年7月18日のダイヤ改正で急行、カムイ、及び、サチカゼを特急に格上げする形で運転を開始した。列車名は、北海道中西部を流れる一級河川の石狩川が由来となっており、ヘッドマークが、えいりになった際は白地に川を表す青い線が、 大きく蛇行するデザインとなった。北海道で最初に登場した L 特急であり、北海道における他の特急列車が全列車座席指定だった時代に、普通車のみの6両、そのうち5両が自由席という編成で異彩を放った。また、当時グリーン車の連結がない唯一の国鉄中高特急でもあった。また、7往復のうち1往復はそれまでの休行。 サチ風を継承し、ノンストップ運転の設定となった。この列車のために申請された4 8 5系1 5 0 0番台は、国鉄特急系電車の標準となっていた4 8 5系に冬の北海道を想定した大五間、大切装備を加味した仕様で落成したものの、最初の冬から故障の品質で、定時運行に支障をきたしたため、 1976年の冬から1979年春まで、計画運休による整備時間の年出に加え、予備車確保の目的で、中間1ユニットを抜いた4両編成で運転された。1978年11月に781系の試作車6両編成1本が落成し、登記試験の後、翌1979年3月から、 石狩として運用を開始し、485系の運用に余裕ができたため、その年から冬季の計画運休と減車は解消した。1980年6月に781系の量産車6両編成3本が投入され、同月中に485系を完全に置き換えた。同年10月1日のダイヤ改正で、石狩は L 特急、 ライラックに変更され、廃止された。L 特急、ライラック、編集、L 特急、ライラックは、室蘭本線、千歳線室蘭駅白石駅間の電化の完成と、千歳空港駅新設に伴う1980年10月1日のダイヤ改正にて、従来の特急、石狩の運転区間を延長する形で、室蘭駅札幌駅旭川駅間で運転を開始した。 当初は旧往復が運転されており、内後往復が室蘭駅旭川駅間直通、室蘭駅札幌駅間及び札幌駅旭川駅間の区間列車が各に往復設定された。また、新設された千歳空港駅札幌駅間を自由席特急料金込み800円で乗車できる特別企画乗車券エアポートシャトル切符が発売され、 この対象列車としても PR された。なお、1985年3月14日からは、室蘭駅東室蘭駅間が普通列車となり、各駅に停車するようになった。1984年2月1日には急行、カムイ、ナヨを統合する形で3往復増発され、札幌駅旭川駅間が合計10往復となった。 1986年11月1日のダイヤ改正では新たに苫小牧発着列車が設定された。1990年9月1日には急行、ソラチを、1998年4月11日には臨時特急、モーニングエクスプレスをそれぞれ統合した。1992年7月1日のダイヤ改正では新千歳空港駅開業に伴い、 室蘭駅札幌駅間を L 特急スズランとして分離し、ライラックは札幌駅旭川駅間の14往復に変更された。このうち10往復が快速エアポートとして新千歳空港駅札幌駅間に直通する体系となった。2002年3月16日のダイヤ改正では新千歳空港駅へ乗り入れる列車がスーパーホワイトアローに変更され、 ライラックは札幌駅旭川駅間のみの運転となった。2007年10月1日にスーパーホワイトアローと共に L 特急スーパーカムイに統合され廃止された資料32記事4廃止時点では札幌駅旭川駅間に1日11往復が運転されていた。停車駅は現行の特急カムイライラックと同一であった。L 特急 ホワイトアロー、スーパーホワイトアロー、編集、L 特急、ホワイトアローは1986年3月3日に、千歳空港駅、札幌駅旭川駅間で運転を開始した。当初は、千歳空港駅札幌駅間に1往復、千歳空港駅札幌駅旭川駅間に1往復、札幌駅旭川駅間に1往復の、計算往復だった。 千歳空港駅旭川駅間の2.3号の途中停車駅は札幌駅のみ、その他は途中無停車であった。1986年11月1日には L 特急に指定され、大半の列車が苫小牧発着となった。途中の停車駅は千歳空港駅札幌駅のみとされた。1990年9月1日には785軽電車が導入され、 最高運転速度の引き上げによる、さらなる速達性や、居住性、快適性の向上を実現した。同時に、列車名が、スーパーホワイトアローに、運転区間が、札幌駅旭川駅間にそれぞれ変更された。2007年10月1日のダイヤ改正で、L 特急、ライラックと統合され、廃止された、資料32、記事4。廃止時点では、 札幌駅旭川駅間に1日17往復が運転され、朝晩を除く11往復は札幌駅から快速エアポートとして新千歳空港駅まで直通運転を行っていた。停車駅は現在のカムイ・ライラックと同一であった。列車名は白い矢を意味する英語ホワイトアローが由来でノンストップ直行便を示す矢を意味する英語のアローと 雪の白を表すホワイトを組み合わせた造語である。スーパーホワイトアローは特急列車の名称としてスーパーを冠した道内最初の例となった。モーニングエクスプレス編集1990年10月1日から月曜日限定で札幌駅旭川駅間を運行する臨時特急として運行開始。月曜朝の運行であることから いわゆるビジネス客を主なターゲットとしていた。1994年3月1日から季節列車となり、1998年4月11日にライラックに統合されて廃止された記事5。車両は基本的に785系、電車2両編成だが、予想以上に利用客が多かったためか781系、電車4両編成が重当されることが多かった。 また、正面の愛称表示や行き先表示は、ライラックのままだった。停車駅札幌駅岩見沢駅滝川駅、深川駅旭川駅、L 特急、スーパーカムイ、編集、L 特急、スーパーカムイは、2007年10月1日のダイヤ改正で789系1000番台電車が導入され、781系電車が営業運転を終了することに伴い、 札幌駅旭川駅間を並行して運転されていた L 特急ライラックとスーパーホワイトアローの2列車を統合する形で運転を開始した記事4スーパーホワイトアローから引き続き新千歳空港駅札幌駅間の快速エアポートへの直通運転を行っていたが当機間における千歳線への遅延波及を防止するなどの理由から 記事六2 0 1 6年3月26日のダイヤ改正で取り留めとなった資料2。車両は789系1000番台と従来スーパーホワイトアローに使用されていた785系電車との共通運用で運転された。両車とも普通車のみの5両編成で運転され、4号車が指定席、U シートとなっていた。二千十七年三月四日のダイヤ改正で、 特急、カムイとライラックに再編される形で廃止された。列車名の由来は、先日のカムイに高速対応特急車両を表すスーパーを冠したものである。スーパーカムイ71号81号、編集札幌ドームでのコンサート等の大規模イベントが行われる際の観客輸送を目的として運行された臨時特急。 20時21時台のコンサート終了から終電の間までの数時間に殺到する帰宅乗客を輸送するため下りのみ、コンサートの観客動員数や開催日程により71号、81号の両方が運行される時とどちらかだけが運行される場合があった。十一号は札幌駅発が十一時台で旭川駅にが十三時台、また十一号は 札幌駅発が23時台で、旭川駅には0時を過ぎる。2014年は、スマップ、松田聖子、アムロナミエなど、2015年は、サザンオールスターズ、カンジャニエイト、エグザイルなどのコンサートで運行された。この列車は、コンサート観客だけではなく、一般の乗客も乗車可能であった。使用車両は七百八十九系千番台及び八十五 系のどちらかが多かった。場合によっては、キハ183系などが使用されることもあった。2017年以降は、臨時特急、ライラックとして789系例番台で運転されている。停車駅札幌駅、岩見沢駅、美バ駅、砂川駅、滝川駅、深川駅、旭川駅、旭山動物園号、編集専用機動車時代の臨時特急、旭山動物園号図書は、 初代のもの行動展示などで注目を集め、入場者数を増やしていた、旭川市の旭山動物園へのアクセス輸送を目的とした臨時特急である。JR 北海道の会社設立20周年も記念したものであった。キハ183系の専用編成を用い、2007年4月28日から札幌駅旭川駅間で運転開始した資料33。 土曜日、休日及び夏休み、冬休みなどの繁忙期に運転された。全車指定席であり、所要時間は、下り列車が1時間37分、上り列車が1時間41分。途中停車駅は、岩見沢駅、滝川駅のみ。2016年10月10日の運転を最後に、資料34、役割を、ライラック、旭山動物園号に譲った、資料六。 資料7。2018年3月24.25日に、さよなら運転を行い、運行は終了した。資料35。停車駅札幌駅岩見沢駅滝川駅、旭川駅使用車両、編成専用のラッピングが施された、キハ1 8 3 k ンダ台機動車を使用する。車両の内外装には、絵本作家の安倍博士がデザインしたイラストが描かれており、 車両元にモチーフとなる動物は異なる資料36。運行開始当初は4両編成だったが、後にキハ182から46が追加されて5両編成となった。ただし、以降も特定期間は2から4号車のいずれかを脱した4両編成で運転されることがある。1号車は全室フリースペースのモグモグコーナーであり、かつて 大空の一部列車に連結されていた、チャイルドサロンを改装したものである。一部の座席は記念撮影用のフリースペースとして、動物を再現した繊維カバーを座席に被せた、ハグハグチェアとされている。遠隔戦後運行の展開、編集準急。カムイ、特急、大空の登場、編集、サチカゼの登場、編集、エル特急、石狩の登場、編集、エル特急、 ライラック、ホワイトアローの登場、編集、エル特急、ライラック、エル特急、ホワイトアロー国鉄分割民営化から、スーパーホワイトアローの登場、編集、スーパーカムイの登場、編集特急、カムイ、ライラック、編集、ありがとうございます。